1000人に聞いた好きだった給食のメニュー、カレーライス。カレーが出た日ってなぜか家でもカレーが出てくること多いんですよね。揚げパン、きな粉の姿もありますよね。ちくわの磯辺揚げ、これがちくわ料理史上一番美味しい。三色ゼリー、他にも七夕ゼリーとかアセロラゼリーとかゼリー系に外れないですよね。ミルメイク、牛乳に入れるやつですね。粉状のものもあるらしいです。八宝菜、卵の数が多いと、お前卵1個多くね、ずるって言われるやつ。なんとキーマカレー、なんであんなに美味しいんですかね。キャベツの塩もみ、キャベツかきゅうり入ってるサラダ全部美味しいですよね。冷凍みかん、一気に4粒ぐらい食べて死にかけてるやついなかった。ラーメン、麺の量が多いから小分けに切って入れてましたよね。いちごタルト、普段おかわりじゃんけんしない子も参戦してじゃんけん世界大会みたいになるやつ。肉団子と春雨のスープ、個人的にスープの中でも1番か2番に好きだったな。照り焼きチキン、工事のごちそう。 ABC スープ、アルファベットで ATAB とかセックス作ってるやつがいる。